はーい、こんにちは。今回は、Five Nights at Freddy's、 Five Nights at Freddy's をね、できますぽい New Game、 Help Wanted、 ピザ屋の求人ですかね。午前12時、あ、でも、はい、12時から6時までですね。6時間、夜中ですね。ホラゲはね、おお、はい、わいわい、びっくりした。はいはい、いや、びっくりしてない。全くね、わかんないんですよね。あの、これどういうゲームなの。小ステージ、ダイニングエリア、ダイニング、おお、うん、あ、おお、おお、あ、なんか話してますね。あれ、留守電ですかね。It's party。 カメラを切り替えるんですね。これは どういうゲームですかね。有名なのは知ってるんですけど。あ、これでカメラ見れると。でやばい、ちょっとリスニング能力がないから。あ、ドアを閉めれる。ボタンを、あ、これなんだろう、ライトか。ほうほうほう、左右のドアを閉めれる。うん、で、ちょっとリスニング能力ないから、なんて言ってるかわかんない。文字だったらある程度わかるんですけど。真っ暗だ。ここに自分がいるのね。ブラブラブラ。どうしたらいいんだろう。なんか映るのかな。カメラつけてみるか。じゃあカメラじゃない、ライト。何の音。なんか音がする。全然なんて言うかわかんない。なんか音がする。何の音。待って、どうしたらいいのこれ。なんか行動した。できることないよね。お、なんか声がする。何が起きてるんだ。で、怖くなるとね、無言になっちゃうタイプなんですよね。で、なんかリアクションとか取れないと思うんですけど。なんか書いてる。ソーリー、アウトボーダー。この声聞いた方がいいのかな。なんかできることでも左右のドアを閉めることと、ライト、あ、パワーがある。なんか電池みたいなのがあるのかね。お、あ、なんか開いてる、ドアが。待って、とりあえず何、左のドア閉めておくか。こういうちょっとした変化を覚えておかなきゃいけないのかな。これ電池、カメラの電池みたいなのは大丈夫かな。え、怖え。ちょっと待って、どんなゲームか分かんないのが一番怖い。え、なんか今いた。いや、もうシーンとしないで、もう怖い。待って、また音がする。あ、声がする。近い。何？え？
どっから音がする？うわ、え？なんかいる？え、これ何？なんかいる。これ何？これ。これ何？お、なんかいる。これ動いてんの？この人。静止画なんですね。え、これ何？なんかいる。なんなんだあの人。味方ではなさそうですよね。まだ動いてない。あ、ここから動いてる。あれ、あ、いや違う、人形が動いてんのか。ここにいた人がいない。ちょっと暗いからちょっとよくわかんねえな。警備員みたいな感じかな。閉店時間ですよね。なんか今いた？待って、 4% しかない、まずい。え、どうしよう、電池がない。あ、 1% しかない。あ、お、しか言ってない、さっきから。わ、真っ暗になってた。どういうことなんてか、鼓膜が破れそうだった今。めっちゃうるせえ。びっくりした。てか自分の声で鼓膜が破れそうでした今。ちょっとわかんなすぎるんで、ちょっとミキをちょっと見ます。どういうゲームなのかっていうのをちょっと見ます。非公式ミキですけど。この店のマスコット人形たちは夜になると一人でに動き出し、そして人間の着ぐるみをかぶせに来るというのだ。この着ぐるみの中には針やワイヤーがびっしり詰まっているので、それをかぶせられれば無事ではないだろう。あのアイアンメイデーみたいな感じ。マイクはこの人形たちの襲撃をかわし、いつかか生き延びることができるんだろうか。プレイヤーはカメラとドアライトを駆使して人形たちの襲撃をかわさなければならない。人形たちの行動パターンが決まっているので、洞察力か集中力も取られるゲームであると。あ、だから左にさ、なんか来てた時はライトで追い返さなきゃいけなかったのかな。なるほど、そういうことか。だからバッテリーみたいなのやっぱあるんですよ。あれがやっぱ 0% になったら負けというか終わりなんでしょうね。だからあんまりカメラばっかり見てちゃいけないって感じかな。ちょっとやれようか。やるよ。モニターカメラ。やっぱ警備員さんっぽいですね。
まだ1日目1夜目これどんどん難しくなっていく感じかな。セレブレイト、嬉しいね。パワーリフトってあれか、リフトじゃなくて残りの電源量ってことか。優勢し、あ、使用量、だから今このこれを見た時は使用量が2になって、ライトをやっぱ当てる時も使用量が1になるのか。だから、まあ、できるだけ節約しながら追い返さなきゃいけないんだね。ミュートコールで、あ、待て待て、寂しい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 よ。あ、で12時だから6時まで耐えなきゃいけないんだ多分ね。ドアを閉めるのもおそらく電源がいるってことだろうね。でここから発信するってことね、一番遠いところからってことね。あ、やっぱこの3人か。え、じゃあまあ何もしない方がいいのかな。このユーセージは真っ暗にできないのかな、これ。もう今のはこの、え、でもここ消すのちょっと嫌だな。お、動き始めたか。違うか。うん、あ、もうこれで1時なんだ。なるほど、全然ね見れてなかった。 何をすればいいのか全く分かんなくて、冷静に見れてなかったんですけど。いやー結構ね、作りはシンプルだけど驚かせ方とかが非常にいいですね。これは有名な理由もわかりますね。位置に合わせとこう。やることないですねこれ。カットする。あ、動き始めた。どういった。この映りきってないこの辺のさ、てかこのカーソル映ってんのかな。え、怖い、ちょっと待って。まあ、最悪ここに来てる時にちゃんと襲撃を追い返せればいいですからね。はあ、怖いな。3時内に動きがありましたね。やっぱ10分単位とかで進んでんのかな。あら、映んなくなった。あ、一人になった。なんかいる。うわ、いる。いますね。こことここか。うわわわ、来てる？まだ来てない。やだな。声がする。ああ、もう帰ってくれみんな。あれ、いなくなってる。やっぱり10分単位とかで。うおお、時間差で来る感じかこれ。もうできる気がしない。もう向いてないよこのゲーム。絶対これ近所迷惑だ。今4時なんですけど、夜の、もう本当にリアル4時みたいな。もう壁ドンも怖いよ。
あーなんかドアをなんやみたいな言ってましたね今。必要だったらドア閉めたりしろよなーみたいな言ってましたね。動きがあった。どこ行った？あ、いた。もうここからもすぐ切ってましたよね。来るときはさーって来るんですね。うん、やっぱあの一応なんか、まあ、ベラベラ喋ってて最後にあとは閉めろみたいに言ってましたね。おお、やっぱり1時間単位で動くとかそんな感じじゃなさそうですね。はあ、もうやりたくねえやりたくねえ。もうさあ面白いことも言えないし、もう助けてほしい。また動いてるよ。あんまり節約しすぎて来られるのも嫌ですね。ほらげやってたらもう肩凝るんだよな。動いてる。あ、もういるじゃん。ドア来てるんじゃないの。お、いたいたいた。来てる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 。え、めっちゃ近い。川動いてない。なんでこのドヤ顔は。はあ、早く帰ってくれ。あ、これで追い払えた。帰った。あ、戻ってる。ドア、あ、もうすぐ来てたから。ドア、もう閉めときたいよずっと。あ、一人しか動いてない。すぐ来るからな。早く6時来て。あ、動いてない。あ、動いた。でもこの人がもう来る。わ、来てる。あ、右のドアもちょっと、はあ、落ち着いて。ちょっとこの人がここをちょっとよく見ときたい。もうずっと見とこうかな。あ、いない。あれ、どこ行った。どこ、こっちだ。ってことは右から来るのかこの人は。ああ、もうもう汗が、手汗やばいよ。手汗反映されないかなゲームに。手汗が嫌で帰ったとかないかな。帰ってくれ。もうちょっとめっちゃ使用量が。もう喋ってる。え、だってこの人も来ないの。ちょっと待って、ドア開けといた方がいいか。右か。この人来ないの。来てる。いない。はあ、はあ、はあ、怖い。あれ、どこ行った。誰もいない。一人だけど。はあ、ああ、もう来ないで、来ないで、誰も来ないで。なんかいる？いないよね。あ、なんか、
ない、どこだ、あれもう見れない、まずい、生きてない、待ってちょっと待って、だってここもあれ、待ってどうしよう、まずい、待ってまずい、まずいまずいまずい、やばいやばい、ちょっと待って、よかった、はぁ、あ、終わり、はぁ、家じゃねえよ、はぁ、はぁ、もう手汗がやばい、もうやりたくない、もうやりたくないよ、来るなら来いよ、もう、はぁ、はぁ、はぁ、ちょっと、